皆さんこんばんは、タッチポーです。今日のニュースは、岸田総理が6月にある定額減税について、減税しますから、ぜひ使ってください。そうすれば景気刺激で給料がもっと上がります。そういう話なんだよ。と周囲に語り、謎の自信を示しているようなので、それについてね、見ていきます。記事はこちらで、定額減税、政権浮揚の起爆剤になるか、効果を最大限発揮、と岸田首相、ということで、岸田文雄首相にとって6月から実施する定額減税は、政権不沈をかけた一手となる。一人当たり4万円のインパクトが経済の好循環に向けた呼び水となり、政権浮揚にも寄与すれば、今国会の会期末での衆院解散総選挙や、9月の自民党総裁での再選が見えてくるからだ。はい、そうなればいいですねっていうレベルで、もうどう考えても無理でしょ。だって金額は4万円としょぼいですし、1回限りと規模も小さくて、人によっては電気代値上げで総裁されますし、やるタイミングについても遅いですし、明細に関してはちゃんと記載しろと、余計な事務負担を課して国民を怒らせてるだけなので、政権浮揚の未来はこれ全く見えませんよと。減税しますからぜひ使ってください。そうすれば景気刺激で給料がもっと上がります。そういう話なんだよ。首相は周囲にこう語り、減税による経済活性化に自信を示す。6月に入れば、改めて政策的な狙いの発信に政権を挙げて努めるという。政権内には減税の積極アピールには慎重意見も少なくない。昨年11月に減税を盛り込んだ経済対策を閣議決定した際には、人気取りのばらまきだ、との批判が高まったためだ。また、今月下旬に政府が企業に対し、給与明細に所得税の減税額の明記を義務付けたことが報じられると、6月に選挙の照準を当てて組み立てた選挙対策だ、下心がありありだ、との批判も出た。企業の現場では、事務負担増への不満渦巻く。はい、辻元さんが批判してますけど、まず立憲に言いたいのは、お前が言うなですね。この立憲の辻元さんの下心ありありだと、この批判ありますけど、それはあんたたちも一緒だろって話で、立憲は政治資金パーティーを全面禁止にする法案を出しているにもかかわらず、本人たちは批判されるまで、まさかのパーティーを開催しようとしてましたし、批判されて辞めるのかと思いきや、当面自粛しますと、政治資金規正法改正案の見通しが立つまで自粛しますって、法改正でパーティー禁止にならなかったら、継続する気満々じゃねえかっていうね。まずはちょっとそこを言っておきたいんですけど、で、この企業の現場での事務負担増への負担も渦巻くは、本当その通りだと思いますし、正確に言えば不満じゃなくて怒りですよね。だって政治資金は非課税で領収書もなしでいいのに、定額減税はしっかり給与明細に明記することを義務付けられましたし、林官房長官も、定額減税を給与に反映しない企業は、労働基準法に違反しているものと考えられると、これめちゃくちゃ脅しに来てますからね。あんな副作用しといてよく言えるなと思いますけど、他にもインボイスで1円単位できっちりかからされて、当然領収書なしだと経費扱いされないわけなので、不満じゃなくて怒りなんですけど、きっと気づいてないんでしょうね。はい。それに岸田さんが本気で今回の定額減税を経済活性化につながると自信を示しているなら、正直サイコパスですよね。いや、どういう思考をすればこんなことになるんでしょうか。いや、本当恐ろしすぎます。で、本気で経済を活性化させたいなら、どう考えても消費税の減税の方がいいわけですし、何より分かりやすいじゃないですか。ね。自分が非課税世帯何とかとか、条件がどうのとか関係なく、買い物するたんびに勝手に企業側が調整して金額減らしてくれるわけなので、どう考えてもこちらがいいでしょうと。それに岸田さん自身も公平で分かりやすい還元策って言ってるんですから、それやれやって話じゃないですか。ね。分かりやすくしてくださいよっていう、ただそれだけですよ。はい。いや、これめちゃくちゃ簡単な話だと思うんですけど、つい先日これをできない理由を岸田さんの側近である木原さんが説明をしていました。どうしても難しいと思うことは、例えば消費税で言えば減税すると価格表を変えなければいけない。効果が出るまでかなりのタイムラグが生じてしまう。どこかで臨機応変にできるのか、若干事務的に難しい面があるかな、と語っています。いや、はって感じですよね。いや、お前もサイコパスかよっていうね。いや、ほんと救いようがないです。だってね、例えばスーパーの値段表示とかで見ても、コロコロ変わるわけじゃないですか。野菜なんてその日その日で値段まちまちですよ。そうやって毎日毎回毎回値段張り替えてやってるわけなので、価格表がどうこうって、正直世間知らなさすぎだろって話ですし、そうじゃない店でも一回変えたらそれで終わることなので、ほんと何言ってんだって話ですよ。それシステム的にも、前の増税のタイミングで、8% とか 10% とか分けていたせいというか、そのおかげと、言うべきかは結構微妙ですけど、どっちにしても、レジで簡単に変更できるシステムはもうすでにできているので、余裕で対応できるんですね。なので、この店舗がどうのこうのって言ってるのも、全く理由になってないので、本当頭悪いというか、世間とのギャップがありすぎると言いますか、相変わらずずやまくってますね。はい。
他にも木原さんはタイムラグが出てきて実感しないとか言ってますけど、いや、そんなのありえないですよ。だって店側も減税で安く表示できるなら、お客さん呼び込むために速攻値札変えるでしょうし、まあ、他店より遅れるわけにはいかないっていう、そういうマインドになるのは、まあ、容易に想像できます。まあ、それどころか、むしろ店にとってはプラスでしかなくて、まあ、減税すればお客さん増えて売り上げは上がりますし、消費税の減税なんで、まあ、店は関係ないですからね。いや、なので、ほんとこの人たちって、まあ、本当のサイコパスかもしれませんね。はい。だって増税するときだって価格表を変える必要があるんですから、まあ、同じじゃねえかっていうね。なんで増税のときはそのこと言わないんですか。おかしいですよね、ほんと。まあ、こんなのね、どう見てもできない理由を探してるだけですし、まあ、そんなやつはね、政治家じゃないですよ。政治家っていうのはどうすればできるかを考えるんですよ。まあ、それが仕事でしょうと。いや、ほんとひどい状態ですね。はい。だから明細明記など積極アピールには、減税による所得増を目に見える形で実感してもらい、消費行動につなげていくという政策的な狙いがある。首相は減税の効果を最大限発揮するためで、行動経済学では当たり前だ。減税はどんどんアピールすると周囲に意気込みを語る。並々ならぬ熱意は苦行の裏返しでもある。自民は4月の衆院3補欠選挙で不戦敗を含めて全敗し、今月の静岡県知事選でも推薦候補が敗れた。衆院選や総裁選などの政治決戦を控える首相は、経済の立て直しによる求心力の回復が欠かせない。自民重鎮は、減税で岸田政権は持ち直すと期待を込める。はい、ということで、なんか自民重鎮が減税で岸田政権は持ち直すと期待を込めているようですけど、いや、これ一体誰が言ってるんですかね。この状況で本当にそう思ってるとは、まあ、普通の考えからしたら考えられないんですけど、まあでも誰かが言ってるから、まあ記事になってると思うので、いやー、これもう本当頭痛くなりますね。まあそれに岸田さんは行動経済学では当たり前だって言ってるんですけど、まあ当たり前の話するなら、まあさっきも言ったように消費税を減税しろよって話で、まあアピールする前にまともな政策してほしいですよ。で、まあちなみになんですけど、今の政権支持率は、まあ NHK の数字では 24% となっていて、まあ他の媒体でもだいたい23から 28% なので、まあおそらくこれ以上はもう下がりそうにないですけど、まあこれは野党が弱すぎるせいですね。まあ、ほんとまともな野党がいないっていうのは、めちゃくちゃ深刻だと思いますよ。はい。で、あとこの年代別の支持政党グラフもちょっと面白くて、立憲の支持層が18から39歳ではほぼいないということなので、まあ、もしかしたら50年後くらいには、まあ、消滅してるかもしれませんね。はい。ただ、令和新選組の支持層も多いのが同じ世代なので、まあ、なんかもうよくわかんないですね。まあ、そうなるとやっぱ鍵を握ってくるのは支持政党なしの人たちで、まあ、この人たちが右に行くか左に行くかなんですけど、まあ自民党憎しだから立憲に入れるっていう、もうそれだけはやめてほしいですね。まあ特に立憲共産社民令和は、まあ、私は個人的に反日勢力だと思っているので、まあここだけはちょっとなしですね。まああとは自民党ですけど、まあ正直自民党は次の総裁次第なので、まあ、次の総裁が自民党健全ができるかどうかにかかってます。まあこの最近の選挙連敗の状況で、まあ、衆院解散なんてやらないでしょうから、まあ9月の総裁選で、まずは支持率がどうなるか。そしてそこから残り1年、任期残り1年を、まあどういう風に過ごすかですね。まあそれができなかったら、もう自民党は相当苦しいと思いますよ。ただもう一つの可能性としては、まあ、岸田さんがまあサイコパスなんで、まあサイコパス岸田なら、まあいきなり暴走して解散選挙する可能性も、まあなきにしてもあらずかもしれませんね。はい。ということでね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。